はい、ということでですね、この8、私のツイッターを見た方は、すでにご存知かと思うんですけど、昨日、往復200キロの距離を走り終えて夜帰ってきたら、こいつがいたんですね。というのも、一回、玄関のドアを開けて、もう一枚ドアがあるんですけど、開けて、こいつがいたので、いや、なんでいるんだろうと思って。で、一回閉めて、武器を持ちましてね、ゴキブリが確実に死ぬっていう、ブレーキクリーナーと殺虫剤あったんですけども、まあ、いかんせん部屋の中なんですが、ブシャーって吹いてもですね、弱るだけで全く死なないんですね。で、触るわけにはいけないので、とりあえず昨日、ツイッターの方であげました。筒の中にね、入れておりました。その辺に関しては概要欄の私のツイッターからご覧いただくと、それに入れたねっていう感じになりますので、ぜひですね、ツイッターの方を覗いていただきたいと思います。で、今日するのは、このハツさんにですね、ちょっとおバカなハツさんのようなんですが、細心の注意を払いまして、元気飲んでるエナジードリンクを飲んでいただいて帰っていただこうと思います。そしてですね、YouTube の新しい規約に伴って、子供向けの動画なのか、大人向けの動画なのかっていうところなんですけども、一応ですね、危険性があるという判断をいたしまして、大人向けの、ボタンをですね、ポチッと押しまして、今回の実験と、それと安全を考慮した上で撮影を行っておりますので、どうぞご理解ください。今商品の方を開けたんですけども、飲んでもらう。こいつで、どんなね、反応を見せてくれるのかっていうのを見ながらやっていこうかと思います。そして残ったジュースは、後で美味しくですね、いただいていこうと思います。ではこの100均の商品ですね、開けます。そしたらですね、この上の方に、ちっちゃい窓がありますね。ここからですね、この、元気に出る。オルナメンCこちらをですね、落として、どんな反応になるかっていうのを見ていきます。ではね、中に落としていきます。落としました。着地してる時じゃないと、飲まないかもしれないですね。しばらく待ってみましょう。落ちた。さあ、気づくかどうかですよね、まず。気づかない。あ、気づいた。気づきましたね。匂いで、気づいたようですね。あ、飲んで、飲んで。さあ、味の方はいかがでしょうかね。気に食わないようだったら、手を出さないんですか。飲んでますね。ちょっと角度が見にくいかな。これ確実に飲んでますね。このジュース自体の匂いもありますし、人間が飲んでますね、背中に羽が生えるような、感じをですね、CM で見たことあるんですが、なんとですね、このハツさん、もともとですね、羽が生えているんですね。なので、ブーンってね、飛ぶ姿っていうのはちょっと見てないんですね。もしかしたら殺虫剤なり、なんなりで、弱ってるのかもしれないですね。あら?まあ、ある程度飲まれて、満足、あ、いや、飲んでますね。間違いないですね。がっついてますね。飲んでますね。これ、中のもの、ビタミン C が、たっぷり入ってますので、あ、もう、飲み終わって、お尻のですね、毛づくろいを始めたということで、あ、口の周りも吹いているということなので、一通り飲んだということになるのをですね、予想されます。お、しかしまだ、飲むようですね。もういいのかな?はい。お、まあ、ちょっと羽が動きましたね。
昨日の私の戦いで羽がですね、若干弱っているんですが、今やっと羽が動きましたね。まあ、実況の方は今、ど素人で申し訳ないんですけども、羽がですね、もう全く動かなかったんですが、今、羽ばたきましたね。で、ハチさんの新しい、顔にはなってないか。新しい顔になったら、ちょっと今問題のアンパなんとかの、ですよね、顔の毛づくろい。おそらく、顔の周りについた液体をですね、舐め回しているところでしょうか。これもう一回言いますけど、本当安全に考慮して、まあ手には見えてないんですけど、手袋をして、で、顔もですね、体もですね、刺されないようにしております。しばらく午前中、今、午前の10時半なので、しばらく経ってね、これ以上元気になる様子でしたらですね、もうそのまま逃がしてあげようかと思います。ということで、一旦ここで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いしますということで、あと私のチャンネルは主に、車、アウトをですね、いじったりですね、皆様の愛車紹介もですね、やっているチャンネルでございます。詳しくはですね、ツイッターからですね、いろいろ見ていただきたいと思います。他にも概要欄にもね、おすすめ動画貼り付けてますので、よろしければご視聴いただきたいと思います。満足したようですね。では、いつもご視聴ありがとうございました。ミニチューブ TV でした。今日はですね、ミニチューブの中のブログという内容でやらせていただきました。それでは、失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いします。